はい、皆さんこんばんは。改めまして、看板娘、看板男のコーナーでございます。はい。今日はですね、テンション高揚してます。高揚。東京オリンピックの年です。私、生まれたのが昭和東京オリンピックの年です。私、そうなんです。ね。全員そうかも。そうなんですよ。だから奇遇でございましてですね、しかもですよ、今日は11月14日と、いいね、いいように。おね、こんな素敵なあの誕生をされた方でですね、しかもちょっと素敵な講演家でございます。なるほど、ね、でも先にご紹介させてもらいます、はい、柳岡芳子さんです。今日はどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。キャラリン、こんばんは。ご帽子いただきました柳岡芳子と申します。よろしくお願いします。もうなんか講演慣れてますね、やっぱりね。いろいろと動画でも見させていただきましたよ。まあ本当にね、いろんなね、まあ、こうやって、今日は、看板娘、看板男で出ていただいた方、たくさんいらっしゃるんですけども、はい、あのこうやって講演家の方、最近ちょっと増えてね、来られましてね。で、前回、岩崎さんっていうね、命の講演ということでね、はい、今日もその、非常にその、なんていうかな、まあ、これ名刺もたくさん書かれてまして、うん、やっぱり、いろんなね、僕はあの意義のある講演やな内容やなと思いながらずっと見させていただいたんですけども、はい、まずご自身から何かいいですかね、聞かせていただいていいですか、もう最初に。あ、まあ、いいです。あちこちお話に回らせていただきます。一応内容としてはど一番のどんな内容の講演とかされるんですか。そうですね、私生まれた時から障害持ってたんですけれども、はいはいはい、皆さんのおかげでここまで頑張らせてもらったということ、はいはい、そして自殺をしたいなとか思った時もありましたけれども、はいはいはい、それを乗り越えて、はい、今多くの方に喜んでいただけるような活動をさせてもらっているということをお話しすることによって、また障害があっても頑張れるんだということで、はい、子供たちに勇気を与えるというお話をさせてもらってます。はいはい、まあね、こういうあのシリアスのお話の中で僕もちょっとこう言わせていただいて、今日お母さんもいらっしゃるので、車椅子ダンサーっていうね、あの中瀬彩ちゃんっていう僕らも知り合いのご存知だと思いますけども、はい、うん、まあ、そういう方のいろいろとこう生活のことも聞かせていただいたんですけども、矢野岡さんも生まれつきっていうことなんで、そう、ね、でそこでその健常、小学校の時からですか、もう健常児との方で一緒にずっと幼稚園からずっと小中高一緒に通われて、そして母が送り迎えしてくれたんですね。だからお母さんもお風呂もあったと思いますけど、まあその、最後大学薬学部まで卒業されて、神戸学院大学で、いやすごいですね。でそこで卓球クラスってあるんですか、障害者卓球クラスの日本一になってるんじゃないですか。そうですね、クラス6人すごいですよ、ね、今日はね、皆さんもうすっごいですよ。元気いっぱいですよ、はい、これ卓球持ってますよ、ほら、あ、ラケット、なるほど。似てますか。似てる、もうそっくりください。じゃあ一緒に、一緒の手に、はい、ほら持ってます。こっちだそうです。可愛いですよね。可愛いですね、はい、ございます。実物より可愛いとよく言われます。ちゃんともう一人喋ってもらう方が一番いいよ。車椅子の元気配達人というようにこうテロップ出てますけども、はい、柳さん、まあ、御坊市のね、この、障害者教育障害者の福祉協会の会長をされてるところ。そうですね、ね、はい、まあ、いろいろとすごい、30代で会長させていただいたんで、女性のくせにとかね言われたこともありますけどね。でも大勢の方に、はい、ご支持いただいて、はい、支えていただいて、はい、今まで頑張らせてもらいました。まあ僕が言うのもおかしいんですけど、すっごいパワフルでいらっしゃいますよね。ありがとうございます。今日のねこの放送、実はねこうやっていろいろ放送する中でね、いろんな方来られるんでね、下準備の仕方とかいろいろと見るんです。前柳岡さんほどこの場所間違ったらあかんからって、うん、前の週の金曜日に同じようにここ見に来られて、はい、でたまたま僕がちょっとこうすれ違いになったんですけども、はいはいはい、まあ、そこまで下見されて、まあ資料もこうこと細かくいろいろ書いて、もうそんな時間ないんですよって言ってるんですけども、そんだけ準備していただいて、フェイスブックも友達になっていただいて、ね、ありがとうございま す, ういます。もうぜひ皆さん、これ柳岡さんのこの今、はい、テレビ出てますよね、よしこさんね、これ検索していただくとですね、もうちゃんとほらご自身でちゃんと持ってきていただいて、柳岡よしこって、これ漢字読みにくいですけど、これ柳岡よしこって言うんですね、よしこさんね。でこれをヤフーとかね、グルグルで検索ボタンを押してもらいますと、私のホームページが出てきます。そうです、はい、ご覧ください。私も見ました。 ありがとうございます。はい、これで動画もチェックしたら動画出ますもんね。ギャラリーって書いてます。ギャラリーって
まあ本当にそういうね、ユーモアなさが、あの本当に元気を、元気配達人っていうだけありますけども、はい、まあ、みんなに元気になってもらいたい、はい、うん、元気グッズもいっぱいありますよ、さっきのお人形もそうだし、これはね、よしこちゃんサブレ、私を食べて、食べてって書いてますよ。これはね、あの地元の障害者団体の障害の方に作っていただいてる、はい、よしこちゃんオリジナルキーホルダー、はい、これはあの太陽福祉会というところで、あの作っていただいているメタリックと木製、木製と2つ種類、よしこちゃん似てますか、はい、このイラストなんですけどね、このあのよしこちゃんのキャラね、先日お亡くなりになられましたイラストレーターの狩屋園のり子様に描いていただいた私の似顔絵なんですね。とてもみんなもろくなってしまいますけど、そうですか、ほんまですか、ここの先輩だったんですね、はい、じゃあこれすごくあれですね、喜んで思い出深いというか、はい、思い出の強い、そうですね、ね、私を食べてね、そういっぱいだからね、先ほどもね、もういっぱいこうやってね、あのそう、かわいいですね、そう、もう全部ご紹介、これ一応、はい、あ、このグッズも、ね、さっきやってきた、これはジグソーパズル、そう、ジグソーパズル、お母さんが一生懸命これまた崩れてたの、これ高齢者の団体で講演させてもらった時に、はいはい、あの指先があの、ね、器用になるようにってことでね、はい、あのやっていただいたら、うちの母の子さえですね、時間かかりましたよ、そうですね、はい、でこれですね、これ一瞬何かなと思って、これなんか鉄砲に見えたんですよ、あ、マジックハンドでしょ、そうなんですね、私腰が曲がらないんですね、ここまでしかね、マジックハンド、落としたものが開いないんですけど、違う、あの柳岡さんの動画で見たんです、私、そう、どんなやつですか、これあの折りたたみの方なんですけど、はいはい、折りたたみじゃないのもそこに持ってきてるんですけどね、はいはい、でこれでこれ落としたものが開えるっていうことですね、あ、はい、はい、で卓球のボール落としたらこれ掴みにくいんですよ、これね、これね、はい、掴みにくいですね、そんな時にこれが登場してくるんですね、どうするんですか、これはね、これ落ちてる、あ、これね、はい、このちょっとこうしたらね、ひょろりんってこう出てくるんですね、ほら、うわ、はい、これポテトチップスやんって思ってたんですよ、もう一回してください、ちょっと待ってください、はい、はい、戻りましたね、しした、はい、はい、うわ、ひょろりん、キャラリーやん、ほんまに種を明かさないでください、公園でね、みんなに持っていただいてね、楽しんでいただく、すごいマジックやで、すごいマジックですね、はい、今日はマジックショーかみたいな話です、お、大道芸人みたいになってきました、キャラリーすごいこれ、花見せないでくださいね、仲間で種明かさない、はい、これ小学校で公演したらウケるんですよ、あ、ウケると思います、子供たちがね、アイデアですから、ね、これはだろう、これは長い方やな、靴下履く、ね、そうですね、でこれはあの旅行とか行くときにお出かけ用の畳になってるんですね、はい、瀬野口さんこれもやってくださいよ、はい、動画で見たんですよ、私映らないんじゃないですか、映らないんですかね、これね、落としたと、これまたあのホームページの方の YouTube を見ていただいたら、ね、見てください、これをどう使うか、これをどう使うか、孫の手はどう使うか、ホームページに載ってますので、はい、ぜひ見てください、私があのうおーと思いましたありがとうございます。そうです。これをね、上手に。はい。ですからね、私の公演、はい、眠たくないんです。なるほど。90分が全然居眠りしないという。キャラリーの連発。ものすごいテンションになってきました。あの、この世界中の皆さん、私の公演、これね、テレビ見てくれてるんですよ。そうですよ。世界中、今日は、ね、地元の新聞にも載りましたし、ね、はいはいはい、今日はあの Facebook にも書きましたからね。ね、NHK もね、あのこの間教育の NHK 教育の番組もね、もうゲストで出だしてもらって、今を生きるです、ね、今を生きる、キラッと生きるっていう、ね、キラッと生きる、はい、あのでもこうやってグッズを紹介してもう10分かえ過ぎてしまっているんですけ ど, どうぞ、あ、ここからお話をさせていただけ、はいて、はい、お話ししてたらもう終わってしまうみたいな感じになりますけどもね、はい、いや、いいんですよ、あのでもこうやって今お元気でね、はい、こうやっていろんなことをこう精力的にされてますけども、はい、まあ、こういろいろ見させていただくとやっぱり自転車に乗れなかった時の辛さとか、中学の時です、ね、思春期です、はいはい、クラスのみんなが自転車乗って、はい、そうですね、で私だけ乗れない、はいはい、足が不自由なんでね、はいはいはい、もう悲しいですよ、もういっそ死んじゃろうかって、ね、はいはいはい、でそれをずっとこうなんかお母さんに支えられて、まあ、お母さんもちろん支えられて、ね、まあ、今があると思うんですけども、はい、今公園、ね、ね、公園の中でも一番やっぱりこう話したらこういじめで自殺する人が増えてますと、うん、でこういう障害があってもこうやって頑張ってる人がいてるというね、それをこう今指名にされてるということでございますよね。僕にこうあのうるうる涙もろく言われて僕も涙とすぐ出てまうんですよいやでも私の公演はそんな
お涙ちょうだいのかわいそうな女の子の話じゃないですね。これ見たらわかるでしょ、はいはいはい、キャラリンばかりでした。楽しくね、楽しかったです。あの90分を過ごしてもらっても心に何か持って帰ってもらえるものがあればいいな、はいはい、よし明日から頑張ろうっていう、はいはいはい、あんな障害者頑張ってんねんと私はどこも悪くないって、そういうふうに子どもたちに思っていただけたらね、はいはい、一番いいですね。なるほどね、奥が深いね。あのやっぱりでもその公園でこう全国回られてて、あの、まあ、薬剤師のもちろんなんかこう資格大学が薬学部だったんで、ね、でケアマネージャーも持たれて、そうですね、高齢者の支援もしたいなっていうふうに、はい、でいろんな障害者の人からご相談とか受けた時に、はい、やっぱちゃんと答えれるようになりたいなと思って勉強したんですね。努力家、努力家ですね本当に。であとこの FP っていうのはファイナンシャルプランなんて言って、そんなの、まあ、ちょっとね、経済のことも勉強しとかとね、世の中どうなるか分かんないじゃないですか。 FP をファイナンシャルプランだね、はい、なるほど。この CDA は何ですか。これキャリアカウンセラーと言いまして、おキャリアカウンセラー、私、はい、仕事10個やってるんですよ。塾も学習塾を経営してるんで、ちょっと待ってください、ほんまですか、はい、薬剤師は仕事してないんで、はいはいはい、塾を経営してたら、はい、子供さんたちの進路相談とか乗るんでしょ。もちろんそうですね。でその時にやっぱりちゃんと資格持ってちゃんと進路相談できるようにということで、はいはいはい、キャリアカウンセリングということで、そういった講演もワークショップなんですけど、はいはい、出してもらって何のために働くのっていう。そうですよね、うん、いやでも今そんな話を聞きたいなと思うのありますよ。何のために働くんですかってよく聞かれると思うんですよ、うん、若い方で夢がないとか、どんな仕事していいんですかってわからないとか、何のために仕事せなあかんのとか何が好きなのって、あなた何だったらご飯食べる忘れてでも一生懸命に夢中になれるのかっていうのを考えたら、それが仕事につながったらお金になったら一番いいですよねっていう、そういうことで、まあ今学校であんまり金融教育とかしてないの でそこら辺をきちっと小さい頃からね、働く意義とか生きる意味とかを考えながら大きくなっていったら、まあ今自己退職は多いじゃないですか、自己都合による退職とか、そういったことが減っていって、まあ、マッチングというから企業と個人のマッチングとか、あ、なるほどね、そういったことを考えるようにっていう、あの一番聞きたいテーマって結構ね、僕らもその僕らなりにいろいろ考えて、うん、まあ、あの年代が一緒でございまして、ここ3人、うん、あ、同い年ですか。そうです、いや、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい3人同級生、そうなんです。だからさっきいいご縁だわ、嬉しいわ、いいね、いいよですよ、本当にね、あのまあでもこうやって若い方、まあね、あの今言われたようにその夢を持ってる人持ってない人いろいろいらっしゃると思うんですけど、今言われたこう好きなことをねするっていうね、はい、その好きなこと何かっていうことすらわからない人もやっぱりいらっしゃると思うんです。そこにこうきっかけを作っていく意味で、何甘えてんのよっていう部分でいろいろとこう叱咤激励されるっていう講演やと思うんですけどね、これ最近ずっとこう回られて何かこう感じるものってないですか。こうもう結構長いんですね、講演されて。そうですね、もう何百っていう感じ、ね、そうするとこうされているうちにこうだん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 年齢年度なんて年を重ねるごとに、はい、最近こんな傾向やなとか、ね、なんかそんな思われることとかないですかね、まあ、世代がね、はい、小学校も行かしてもらうし、中学校も高校も行かしてもらいますけども、はい、高齢者の団体さんも、はい、障害者の団体さんもいろいろ、ね、いろんなところ行かれてますもんね、はいはいはい、ですからまあそれぞれ特徴があって、でも皆さん一生懸命熱心に聞いてくださるんで、感想文いただいても居眠りする間がなかったとか、あっという間の90分だったとか、そういう感想が多いんで、なんかどっかのあのお笑いタレントみたいな気持ちになってね、で面白いんですよ、帰りがけに立ってるでしょ、お礼のご挨拶、母と一緒に並んでるでしょ、そしたらね、私前に鈴通りしてね、お母さん握手してください私が講師ですよって言いたくなるようになる、そういうねエピソードがあるんです。ちょっとお母さん呼んだってください、せっかく東方から母から来てる。お母さん若いですね。ありがとうございます、ね、それがもうまた喜ぶきっかけなんです。もうこの9月に誕生日で77、へえ、髪の毛もクロクロされて、じゃあもうお母さんね、このまず登場していただくんですけどね、はい、この人生哲学の中にね、ゼロからのスタートっていうのをこう書かれてましたね。これが僕ちょっと意味わからなかった、はい、これは母の言葉なんです、ね、母のお母さんの言葉、その私が仮死状態で生まれたので、はいはい、ゼロだというんですね。あ、スタートからゼロだったんで、歩けたことも喜び、ね、学校に行けるようになったことも喜び、大学に行けたことも仕事できるようになったことも、卓球で世界中回ることになった、それも全部喜び喜び喜びの積み重ねで、ゼロからだったら私は100点もらえてた、100点分の喜びをもらえてた、
でもしね普通の健常者の子供さんで生まれてたら60点ぐらいで生まれてた